年間800以上の公演に関わることで見えてきた公演の在り方とは。公演を哲学することに熱い思いを注ぐ経営者、株式会社ミアックス高橋クランドさんです。動画をご覧いただきます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。突然ですが思い浮かべてください。一番最後に皆さんの近くの公園を一番最後に皆さん訪れたのはいつですか？その公園はこんな風になっていませんか？遊具がボロボロで草が生え放題、そういった公園を今日本中こういった公園が数多くあるのです。私が解決したい課題とは、街中にある大きな公園ではありません。皆さんの身近な近くにある小さくて利用されない公園、こういった課題を解決したいと思っています。ではなぜ利用されないのでしょうか？これまでの公園というのは子どもを中心に考えられてきました。なので今の子どもは公園よりも他に数多くのスマートフォンやらゲームやら数多くの魅力がある中で公園に行かなくなっているのです。ではそういった子どもたちのニーズが公園が提供する価値と大きく乖離しています。そこでどうすればいいか地域の方に聞きました。子どもたちのためだけじゃなくて家族みんなで使えるような広場にしたらいいのに。その通りです。子ども中心から家族が中心、家族が利用できる、そういった公園を私は作っていきたいと思ってます。ではどうやって作りましょうか？分かりませんでした。登米市で数多くのワークショップやいろんな公園の調査、そういったことをした中で見えてきたもの、共通項、利用される公園には2つの共通項がありました。一つには人間が本能的に居心地がいいな、そう感じる空間を作ること。そしてもう一つは自分たちの公園なんだよ、そういった当事者意識を持つことです。そのような公園をどうやったら作れるか、私は芝生、これに解を見つけました。人間は緑なものを見たとき、そして緑のものに触れたとき居心地がいい、そう感じるそうです。想像してください。皆様の今目の前に芝生が広がっていたら、皆さんはその前でじっと立ち続けますか？きっと
ちょっと触ってみたいな、寝転がってみたいな、そう感じる方も多いんじゃないでしょうか。そのような空間を作ります。これは東京池袋にある公園の事例です。こちらをご覧ください。座るところがないくらい子育て世代や若い夫婦、そういった方で埋め尽くされています。この公園は今公園の中に収益施設を建てて、その収益で公園を維持管理するという仕組みで日本で注目されている公園の一つです。その公園にも芝生が敷き詰められています。皆さんは芝生の上で寝そべり読書をし、そして家族がおのおのその空間で自由なことをするのです。芝生には人間が本能的に居心地がいいな、そういった効果をもたらすことがあります。それが人を引きつけるのです。私はこのモデルを私の自宅があって、実家があって、そして会社がある泉パークタウンのその公園でロールモデルをまず始めたいと思っています。収益構造は2つ。1つは自治体からの管理報酬、住民を巻き込むことで芝生の維持管理費用を低く抑え、そして自治体としてはこれまでより満足度の高い住民サービスを提供できます。そして2つ目の収益、それは企業からの協賛です。一般的にまた企業からお金を集めるのかよ、そう思うかもしれません。ただ私の会社には強みがあります。70年間地域で続いているこういった目に見えない資産があります。この資産を使ってこれまで培ってきた広く深いネットワーク、そういったものを活用して企業から、私の活動に共感できる企業から協賛をいただく予定です。このロールモデルの活動においてもすでに9社の会社から協賛をいただける予定になっております。さらにこの土壌、芝生の土壌ができた上に皆さんが優遇会社として皆さんがワクワクするような、そういったことも考えております。自治体が行動しなければ、皆さん一人一人の横にある公園は、公園が変わるのは1400番目かもしれません。そういった公園を待ち続けますか。この写真を見て少しでも自分の隣の公園がこんな公園になったらワクワクするな、そう思った、そう感じてくれたあなた、ぜひ私と一緒に東北中、そして日本中の公園を変えてみませんか。ご清聴ありがとうございました。高橋さん、ありがとうございました。あ、こっちか。いやー、参りましたね。緊張されましたか。いや、初めのプレゼンがもう始まらなかったので、もう一回こう。いや、やっぱり公園って、環境の整ってるというか、はい、子供本当に大好きなの で、わざわざこう遠くの方を選んで行ったりするんですけど、はい、近くの公園、こういうところがあったら、ね、いいなと思って来てました。ぜひ一緒に作りましょう。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。いや